上主大名とは、近世江戸時代における大名の格式の一つであり、大名家を、その位、地、居城で区別する国,種国種主準国主上司マイナス城、主格無城の5階級のうち、国元の屋敷に城が認められている大名を言う。その他、大名統制には、並大名が初代部である官位が4品以上に、除任される価格であったり、試行席によって区別されていた。 慶応三年で百五十一夜、教法二年の武家書発によると、上主は矢倉、兵、門以下は届け出をし、許可を得た上で補修することが可能で、石類、石壁が壊れた時は、武行に報告し、その指図を受けることとなっていた。このことから、徳川幕反対政下における城の定義は、石垣の上に兵と矢倉を有しているものとされていた。 上主の領地の一を居城と言い、陣屋に一を置く在所と区別して表現した。以下に国一条例以後、上主及び国主、純国主である大名が配置された主な城地を挙げる。以下の城を除く城地での築城は許されず、これらの城地以外は中世以来の城郭であっても、陣屋とされた。上主閣大名とは、国元の屋敷が陣屋である大名のうち、 上主に準ずる待遇を受ける大名を言った。現那元年一国一条例によって、主城以外が破却された後、取り立てられた家や文地大名が多数出現して、与えるべき城地が不足する。そこで、長年若年寄りを務めた家や、旧家、名族を上主閣に所有し、幕末の慶応三年で19やあった。無城大名が上主閣大名へ昇格した場合、 国元の陣屋を城に転換することは許されず、実際には、城門の構築を許されるのみであり、領地の位置を表す用語も、城主大名の居城ではなく、無城大名の在所のままであった。ありがとうございます。